どうも、よい風景です。ここはですね、涙の都なんですけど、回収から、エッセンスの回収からやろうかなと。この辺りだ、この辺りのはずだ。あった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 、これだ、これだ。はい。では、回収、やっていきますかね。こっちは、やんないか。まあそれなりに狭い空間なんでね、割とサクサクに集まるじゃないのっていう。こっちにもあるね。おっと、敵いた。そこ上から飛び降りたらいっぱい取れるんじゃない。やったー。はい、459まで回収したな。そしたら、ね、涙の都の右半分探索したいんだけど、その前に、地理的に大きな水路が、右下の方ですよね。そこ行きますか。何かあるだろう。はい、この下ですね。なんかあるんじゃないのっていう、ボス戦も含めて。まあ、しっかり探索やっていきましょうか。なんとなく左に来たけど、あ、なんか新しい敵いますね、やっぱり。ちょっと待って。あいつ嫌だよな。あそこソウルか。とりあえずそれは、ああ、飛びかかってくる系だ。とりあえず、そこまで難しくなさそうだな、あの敵は。左、ベンチか。まあいいか。そこまでとりあえず行きますか。エッセンスが何に使うかっていうの気になるんですけど。あ、ソフトダウンロードできました。ありがとうございます。あ、この下か。なるほどね。どうする？もう行ってみるか。あれ？斜めになっている。地図更新されました。いや、でもこの地図はでも。なるほどね。とりあえずそこ開けておこうか。あれだね、スイッチ楽しいね。ね、最新情報とか教えてくれるんでね、僕みたいにこうね、情弱の人にとってはありがたいんで、ちょっと気になったゲームはどんどんダウンロードしていこうかなと思ってますね。あ、それは、お、でっかくなる。そんなやつもいるんだな。どっかにコーニファーがいるよな。すごい面白い敵だね。そいつをなんか踏んづけていかないと進めないみたいなのもあったりするのかな。あ、そっち地図じゃないの。これ何なんだ。特に何でもないのかな。この辺り地図か。お、面白い敵。あら、復活する。なんておぞましい敵なんだ。おお。なんか幼虫に似てるな。幼虫だった敵、幼虫がさ食べられちゃったって言ったけど、あれ食べられたんじゃなくて擬態してたみたいだね。コメントでね、いろいろと教えていただきました。本当ありがとうございます。そこは大丈夫なのか。これ3かな。降りてみる。あ、普通に入れる水っていうのは珍しいですよね。ちなみに水中ではマップを見れないようです。それ別に戦わなくてもいいのかな。放っときゃいいですかね。むしろこう邪魔かな。とりあえずこれ宝箱か。うん。左行ってみるか。あ、降りちゃったな。あ。あ、よし。ハート増える。ハートじゃない、なんだ。仮面。仮面増えましたね。これどこまで増えるんだろうな。ちょっと待って、危ねえ。
なんかある。あ、卵か。薬ソウルだな。まあいい、少しもらっとくか。左が地図っぽいな。ん？いるぞ、どこだ？ただならの音楽ですね。とりあえずまずこっちを叩きづらいな、割と。あ、待て、意外と厄介だな、ただ浮いてるだけなのに。あいつ、いや、ダメだ、そこ行けないじゃない。一旦戻ってきましたね。とりあえずあの左の方に地図があるんだけど、そこまで行けないってことですね。これ卵か。卵いっぱい出るな。それだけ高難度のダンジョンってことか。敵がうるさい。確実に始末して静寂を確保しないと。上は戻るか。まだでも右上行ってないよな。そこ見るべきかな。地図欲しいけども、地図から遠ざかる形でこっち探索するしかないか。あ、なんか雰囲気違うぞ。お、なんだ、なんか声がした。わかんないですね、なんだろう。あ、こっちだ。人の声するな。なんだろう。あ、なんか声がする。ボスっぽいぞ、やはり。フンコロキシ、フンコロガシ、もじってるのか。泳ぐ、まずこれ下、うんこか。うんこだ、うんこの中で戦うことになるとは。なんて楽しいボスなんだ。うんこまみれじゃねえか。あ、いかん。いかんな。回復は取れるな。楽しい敵じゃないか。アクトル、
どうもクチューで当てられる。また回復を。いかん。あ、倒したか。おっと、初見撃破か。よーし。あ、うんこの中に突っ込んじまったぞ。守護者の紋章。なんじゃこりゃ。ハローネストの王が最も忠実な騎士に対して与えた特別なチャーム。傷つき汚れているが、それでも大事にされていた形跡がある。うんこで汚れてんのかな。身につけたものから独特の匂いが放たれるようになる。それはどうなんだろうね。匂いが放たれてどういう意味なんだ。あ、右開くか。何か新しいとこに。こいつは何だ。何だろうな。何かが充填されたみたいな、そんな感じのエフェクトですけど。ここは何だ。なんとなく右側に来ちゃったけど、ここは涙の都だ。なるほど。まあこの辺りの探索やろうと思ってたんですけど、どうしますか。ちょっと戻ろうか。うん、ここは何なんだろう。あ、なるほど。じゃあせっかくだからやっときますか。じゃあ回収やりましょう。よし、難しいぞ。その下はないか。これか。よし、475か。まあ、あった足りないとこに。あとはそこはどうやっていくんだ。あ、上から降りるのか。490まだあるのか。はい、494で打ち止めか。とりあえずこの下に何かがありますね。なるほど。じゃあどうするかって話だよな。さあ、とりあえずフンコロ騎士を倒したな。でこの下とかまだ見てないんで、そっちか。何があるというのか。これは苦手な人いるだろうな。それは僕だって苦手だけど。
この絵柄だからやっていけるみたいなとこありますよね。なんかあった。上は何なんだ、じゃあ逆に。なんか水が正常なような気がする。気のせいか。でボスか。あー、なんかボスっぽいですよね。ほっといて先進めるわけではなさそうだな。おい、吸い付きマークって。とりあえずボス見つけたってことか。あ、結構厄介だぞ。対策考えるぞ。さあ、では再戦ですね。ちょ、1ドル場所だよな、ね、そこはいいか。これで戦術変えていこう。カードで回復を維持しながらやるみたいな。あ、よし、やったな。うん、戦術で勝った。2回目で勝ってたぞ。あ、これなんだ、汚ねえ敵だな、これ。吸い付きのすってなんじゃこりゃ。吸い付きマーモの内臓から生まれた生きているチャーム。生きてんだこれ。復讐の魂を放った際に小型の吸い付きの群れが出現する。ほんとだ。あ、でも通行できないな。全部倒したら何かあったしな。あ、開いた開いた。なるほど、なんだ、全部敵を倒せばよかったんだ。そういうことか。簡単なことだったな。とりあえずどっか開いたぞ。それではい、なかなか刺激的な水路じゃないか。まるでパイプとトンネルの迷路だな。私の才能を発揮するにはもってこいの場だ。原始的で不規則な洞窟とは違い、ここは全ては規則によってきっちり作られている。だが悲しいかな、この少し先からまたあの奉仕の森が始まっているようだ。私の直感がそう告げている。この湿った土地の探索はもう終わり。ここの地図の作成はこれまでということかな。はい、じゃあ戻っておきましょう。うん、ね、この左が奉仕の森なのか。なるほど、セーブポイント近いですね。なるほどね。例のフォーカスじゃなかった、なんかエッセンスがあった縦穴の下は別のエリアになってますね。なるほどなるほど。じゃあ少しだけ涙の都の右半分の探索やりますか。さあ、ではこう探索少しやりますか。左の方が通行できるようになるじゃないか、これ。そうだよな、左と右こうなんだ、つながるんじゃないのっていうところですよね。まずこっち見るか。で、おそらくこのエリアの上にまたボスがいる。ボスっていうかなんだ、夢見の支配者だっけ、がいるから。そこだよな。まあ収録時間もいい感じなんで、そろそろ切ろうと思ってるんですけど。そこかそこか、そこを、うん、あれ、この人誰だ。こんな
こんなと土砂降りの中で何をしておる。こいつは見事な風水だと思わぬか。こんなずぶ濡れの状態だけではもっとこの場所を堪能できてたのかの。ここに立っている騎士は重要な存在だったようだな。プレートにはその犠牲について書かれているが、語り口には何やら不吉な印象も付随しておる。あるいはこの騎士は悲劇的な最後を迎えたのかもしれん。それでもその過程で騎士の目的は達成されるようだな。それがどんなことだったのかはこれまでに集めた遺物の中からも導き出せておらん。ガチェオ、リエソーキ。なるほどね。あ、気が向いたらわしの店に顔を出すがいい。無論遺物を手に入れてからの話だかな。店。じゃあ今回はここで終わりにしようか。この続きは次回ということにしたいかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。